今日は敬老の日です。今年100歳を迎える御前崎市の女性を川勝知事が訪問し長寿を祝いました。おめでとうございました。優しい笑顔で花束を受け取ったのは御前崎市の斉藤松江さん。大正9年8月生まれの満100歳です。今年は川勝知事らが御前崎市の施設を訪れ、孫やひ孫を前に内閣総理大臣の祝い状や県内の伝統工芸品などの記念品を手渡しました。斉藤さんの趣味は手芸や読書で、今でも月に一度は手芸サロンに通って数々の作品を作っているほか、メガネなどを使わず毎日裸眼で本を読んでいるそうです。どれぐらい長生きしたいなとか目標はありますかね？目標はありません。もう十分です。うちのものもね、親切にしてくれますし、本当に幸せだと思っております。斉藤さんは長寿の秘訣は眠たい時に寝ることと朝の散歩かなと教えてくれました。県では今年度100歳を迎える1273人に記念品を贈ることにしています。